雷州民族は、漢族の一つ。関東省の漢族民族の系統に属し、母語として雷集合を使用している。現在、世界の雷州民族系の人口は約1000万人で、主な人口集中地域は中国が州半島と、その周辺一帯である。現在の雷州民族は、福建南部地域に起源を遡る。南宋末期に、 元の軍勢が南下し、林安を攻略すると、駅王、蝶は、陸秀夫、蝶、余傑らの大臣の補佐を受けて、福建で皇帝を称した。間もなく、福建も元に攻略されると、南宋の朝廷は、関東へと逃げ延びた。陳文流とその叔父の陳山が強化府で火災を投じて、元への抵抗兵力を募集したが、敗れて、捕虜となった。この後、 陳文流の子孫の陳家つのりと陳南寺家事は強化。双箱の陳氏の一族と義兵を率いて、関東に到達し、南宋朝廷を補佐した。1 2 7九年、南宋が崖山の戦いで滅亡し、皇帝、趙、上昇張りを決、陳秀夫は皆死亡した。陳氏の一族、義兵は、関東南部の暮れ川、河州、雷州一帯、海南島沿海地区に、 までにちりじりになって居住した。雷州半島一帯に到達した強化の人々が後世の雷州民族を形成した。漢族雷州民族は、漢族長州民族、漢族便南民族、漢族海南民族と共通の起源に遡るが、雷州の地の地理的環境とその他の要因により、雷州人は独特の雷州文化を発展させてきた。 雷囚人の気質は合気化感、休心つとむみ、飾り気のない気質と、せっかちな性格を形成してきた。雷囚人の主な分布範囲は、雷囚、水系、助儀器、浅城、東海、赤間、霞山、連合、ああなどの県、九合鎮などで、人口は約600万人余り。ありがとうございます。